それでは早速試合の方を始めていきたいと思います。和心対ステップアップの試合です。それでは参りましょう。波動ファイト。まず和心のステータスですね。一番奥側三味線選手5221、真ん中山高選手1135、手前上山選手4321です。対するステップアップ、一番奥側勇気選手4321、真ん中蓮選手1135、手前愛花選手4321といったステータスです。さあまず1枚目のシールドをお互いに貼っていきます。割っていくような形ですね。うまく、おーっとシールドからね出た蓮選手をうまく4枚抜きしていきます。シールドを貼るってなってくるとシールド強いんですけど、そういうことがありますよね。割り際だったり張り際を狙われてしまうのがあったりすると。さあ愛花選手が取り返していく、1対1。さあ勇気選手がライフ1枚なので、おっとここ最後は愛花選手の方へシールドを貼っていきましたね。そして試合が、お山高選手まだこの今出ているシールドを含めて3枚残している。さあここうまく使っていきたいが、山高選手の1玉、残り時間は10秒。さあステップアップ攻めていきたい。斜めから勇気選手が取る、あと1点届くか。さあどうなる。さあ試合終了、3対2。和心